レビプレゼンツ京丹後の15人大家族橋本家の夏休み。京都府京丹後市で美容室を営む橋本家。美容師のお父さん安幸さんは58歳、お母さんは主婦の沙織さん41歳、年の差夫婦なんです。2人の間には上は高校3年生のゆうみちゃんから下は2歳の直美くんまで13人の子供たちが。上の4人のお姉ちゃんたちは子供幹部と呼ばれ、炊事洗濯のお手伝いや小さな兄弟の面倒を見ているんです。そんな橋本家のこの夏の出来事は、今日うちに芸能人が来た。この日京丹後市に向かう一台の車が。喜んでくれるかな。なあ、いやちょっと喜ばしてあげたいね。今回初めて橋本家と対面するのは自身も3児のパパ、月亭方正さん。やっぱりこう子供たちがそれぞれやっぱどういう思いでいるのか、まあ悩みもあるやろうしっていうのをいろいろ聞きたいね。うん、でお父さんとお母さんにはちょうどいい機会なんでちょっと休んでいただこうかなという、うん、世間の子供たちとは随分違う環境で暮らす橋本家の子供たち。方正さんはその気持ちを聞き出したいようです。その頃、暑いな、ちょっとこっちも暑いな。橋本家では家族揃ってお昼ご飯。方正さんが来ることを子供たちは知りません。ここここや。あ、やっぱチャリの数が違うね。やっぱり全然違うわ。わ、なんかドキドキしてきた。どうもこんにちは、こんにちは、どうもみんなこんにちは。あれ全然リアクションがないやんか。照れ屋な橋本家の子供たち、どうしていいかわからないよ。ともかく方正さんは名前を覚えることから始めます。お願いします。ふゆみです。ふゆみちゃん。違う。ごめんね、もういきなり間違えてるね。いいよ。ゆうみ。ゆうみ。うん、次。みなみです。みなみちゃん。ゆうみ、みなみ、はい。のぞみです。のぞみ、のぞみくん。たくみ。たくみ。はい。ひとみです。ひとみ。ひとみ。言って。言ってみ。いた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 。え、ますみ、ますみな、はい、ますみ、もう全然覚えてないけど、みっていうの覚えたから、ね。そう、橋本家の子供たちの名前は13人全員最後にみがついているんです。一日、僕月亭方正と一緒に生活しますから、よろしくお願いします。お願いします。で、お父さんとお母さんはもう休んでください。ありがとうございます。ぜひ出て行ってください。わかります。出て行く。ということで、お父さんとお母さんは久しぶりに二人っきりで自由な時間を過ごすことに。ごめん、みなみちゃん。何したらいい？子供の面倒を。子供の面倒。見張り、見張りっていう。そう、普段の橋本家のちびっ子たちは誰も見ていないと大暴れ。さらにお店のものを壊しまくる。
橋本家のちびっ子たちはなぜか外に飛び出したがる。家の前は車の多い道、目を離すと危険なんです。うわ、なんで恥ずかしいんだろ。あす、まずはそんな子供たちの面倒を見ることになった宝生さん。宝生アウト。ちょっと何出してきてんの。笑ったら笑ったでも笑ってないし、そんな木なんかでやったら死んでしまうで。ダメ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 、武器はダメ、武器なし。早速橋本家の子供たちの洗礼を受ける宝生さん。中でも一番ちょっかいをかけているのは保育所に通う4歳のますみくん。実はこの子、橋本家一番のやんちゃ坊主。そんなますみくん、この日も上がって出たらダメよ、出たらあかんよ、出たらあかん、出たらあかん、ダメダメダメだ、ほらこっち、そう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 、無法地帯になってるな。どういうの、おねおね出たらあかん、おね出たらあかん、あちょっと出た出た、ちょっとあかんね、あかんね、ダメ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 よ、ダメ、外に出たらダメですよ。ほら車ビンビン走ってんねんから。え、軍団に外に出たらケツバット、外に出たらケツバットやぞ。見てみ、このおっちゃんの汗すごいやろ。すごくない、ほんま、もう体力ほとんどないで、おっちゃん。時間で早くも心が折れかけている宝生さん。一方その頃、子供の面倒を見ることから解放されたお父さんとお母さん。なんか何大丈夫なんだろうか、私思っただけでお米あるんかな、ご飯つけんでも炊かんでも。そういえばお米を炊いていないと食事の心配をする2人。大変だろうな保育所。うん、多分な。言うこと聞かへんかな。いつも騒がしい保育所チーム。ひろみくんはまだまだ甘えん坊の3歳、そして一番下2歳のなおみくんはみんなが可愛がる橋本家のアイドルです。さて、宝生さんのこの日一番の目的は子供たちの気持ちを聞き出すこと。えらいな、ゆうみちゃん。ゆうみちゃんも遊びたいやろ。うん、全然遊んでないの。全然遊んでないです。夏休みはまだ遊んでないです、一回も。一番年上、高校3年生のゆうみちゃんは子供幹部のリーダー。でも卒業したら就職で家を出る予定なんです。そして、あ、えらいな、洗濯してるやんか。こちらは中学2年生のめぐみちゃん。物静かで黙々と働く頑張り屋さん。また暑いでここ。こん中でやってんの、いつも。橋本家では今にエアコンがあるものの、電気代節約のためお店のエアコンしか使わないのがルール。普段は扇風機で過ごしていますが、暑い時には室内は35度以上になることも。そんな中、黙々と洗濯物を干すめぐみちゃん。橋本家の洗濯はなんと1日7回。
普段はめぐみちゃんとお母さんが協力し合って行っているんです。他の人はしないの？うん、お母さんが決めた？めぐみやってくれって。自分から言った？一回あのお母さんが大変そうだったからやったら、うん、やってあげて、それからずっとやってあげた。ずっとやってくれてんねや。自分から進んで選択をしているというめぐみちゃん。しかしめぐ、ちょっとめぐ、いいです。なんかもうそういう人は嫌いわ。他の子供幹部と比べてなぜか人一倍怒られているんです。何、めぐみちゃん、なんや、ようお母さんに怒られんの？うん、他の子より、うん、怒られんの？え、なんでやろう。なんかどんくさいからよく失敗してなんか違うみたいな感じで怒られる。どんくさいんや。自分がどんくさいから仕方がないというめぐみちゃん。めぐみちゃんのことが気になった宝生さん、二人きりで話すことにしました。自分が大人になったら大家族にしたいと思う？いや。いや？いやや。子供何人ぐらい欲しいじゃん？2人。そうか、うん、そうやな。口答えとかこれしなさい、嫌だ、ちょっとめぐみ洗濯もやって、いやっていうことないの？いや、心の中では思ってるけど、うん、まあ、お母さん忙しいからやらない。お母さんに怒られて自分の中ではこう納得してる？うん、本当のことだから別に。めぐちゃん、お母さんには感謝してる？うん、まあ陰で支えてくれてるから。偉いな。偉いわ。一方その頃、お父さんとお母さんがやってきたのは結婚前によくデートしたという海岸。懐かしいわ、いつもこの海の音を聞いて育っとる私には懐かしい。ここは二人っきりって結婚するまでだね。だって結婚したらいきなり二人の子もしれで。いや、結婚する前も二人ってなかったような気がする。今から18年前に結婚した二人、実はお父さんは小学5年生と2年生の娘さんを連れての再婚でした。その二人の娘さんは今は家を出ていますが、結婚後毎年のように子供が生まれたため夫婦二人でお出かけすることなど全くなかったんだとか。そんなせっかくの二人きりの時間ですが、あれな、若いな、高校生。でもああいう風に遊びたいだね、本当は。望みなんか、うちの子らも海行きたいんだろうな。家から海は車で40分ほどの近さですが、日々の生活で忙しく子供たちを全然連れてきてあげられないんです。どうしとるんかな。